1895年のパリでの上演時のポスター、ナバラの娘は、ジュール・マスネが作曲した二幕の短編オペラ。フランス語のリブレットは、ジュール・クラルティとアンリーカーンによる。1889年のアンリーカーン・ジュール・クラルティ。本作は、マスネの唯一のベリズムオペラで、その特色と方式を全面的に取り入れた一祭を放つ作品となっている。ベリズムオペラは19世紀末に、 イタリアで流行した新傾向のオペラで、イタリアの作曲家マスカーニによるカバレリアルスティカーナ、レオンカバドの同化詞などがよく知られている。初演は1894年6月20日に、ロンドンのコベントガーデン、ロイヤルオペラハウスにて行われた。主演はエマカルベ、アルベール・アルバレスらの出演であった。リブレットはフランスの劇作家ジュール・クラルティの短編小説。 タバコに基づいて、クラルテイとアンリカーンが共同で作成した。本作は、スペイン情緒にあふれている。その背景としては、マスネは、南フランスのアビニョンで作曲に取り掛かり、短い期間で全曲を完成した。マスネはこのオペラのスペイン的色彩の効果について、アビニョンの地中海的要項と、風物から多くの霊感を受け、 またここに住む旧地の作家フレデリック・ミストラルに助言を仰いだと言われる。マスネは多くの作風のオペラを作曲しているが、本作もマスネの様々な音楽様式への適応力を示す一例となっている。1894年の初演の後、フランス初演はボルドーで1895年3月27日に行われ、パリでは1895年10月3日に、 オペライコールコミックザにて、出演は、ロンドンと同じ主役のエマカルベ、アンディ・ジェローム、マックス・ブーベラの出演で、初めて上演された。アメリカ初演は1895年12月11日に、ニューヨークのメトロポリタン歌劇場にて、世界初演キャストである、カルベ・プランソンの出演により行われた。日本初演は2018年1月27日に、 藤原歌劇団により、マルコ・ガンディーニの演出、柴田マイクの指揮、歌手陣は、小林厚子、小山洋二郎、坂本真嗣、田中大輝、松岡孝太、東京フィルハーモニー交響楽団、藤原歌劇団が勝負、玉ファミリーシンガーズ他の演奏で、東京文化会館にて行われた。エマ・カルベ1903年11月の雑誌、ムジカの表紙。 ガリードを演じたポル・プランソン・バンダ、約47分時と場所、1870年代のスペイン独立した序曲はなく、冒頭からドラマティックなオーケストラによる悲壮感漂う前奏で始まる。この前奏は3つのモチーフで構成されている。前奏が完全には終始しないまま、幕が開く。カルロス4世の多い継承問題を発端とするカルリスタ戦争は、 40年が経過した現在でも、立憲君主制支持者と伝統的な絶対君主制の復活を願うカルロス派との間で紛争が続いている。立憲君主制支持軍の司令官、ガリードは、ビルバオの町がズッカラーガによって引きられたカルロス派に占拠された不利な戦況を嘆く。やがて、アラキルは一進一退の激しい戦闘から帰還する。そこに、 恋人アラキルを探しに、孤児の娘アニタが現れる。アニタは、戦場から戻ったアラキルの姿を、やっとの思いで見つけ出す。アラキルと再会を喜び合い、アラキルが、お前のことだけを思っていたを歌い、アニタが、私だけを見つめてと返す。それも束の間、アラキルの父親、レミージョが現れる。レミージョは、農場主としての地位と身分に誇りを持っており、 ナバラ出身という予想者で、蘇生も知れぬ娘のアニタが気に入らない。レミー・ジョーはアニタを、息子から遠ざけるために、息子と結婚したいのならば2000ドロスジ参金を、用意しろと過酷な要求を突きつける。そのような大金を、孤児のアニタ用意できるはずもなく、ああ、結婚させてください。私たちは愛し合っているのですと訴え、アラキルも、懸命に口添えするが全く聞き入れられない。 途方に暮れるアニタの耳に、カルリスタの司令官、ズッカラーガを殺害する勇気のある者はいないか、ズッカラーガを倒した者には、金と名誉を与えようというガリードの言葉が聞こえる。なんとかして、結婚の持参金を作りたいやは報奨金と引き換えに、ズッカラーガを殺してくることを約束する。ガリードは、このことは、一生秘密にすると約束した上で、彼女に名前を尋ねる。 アニタは、私に名前などない。ただのナバラの娘と答える。アニタは、ガリードの静止を振り切って敵陣に一人、乗り込んでいった。ガリードは、危険が迫っているので、将校たちに守りを固める、よう指示する。アラキルは、アニタの姿が見えないので、アリア、愛しい人よ、なぜここにいないを歌う。同僚のラモンからアニタは、ズッカラーガに会いに行ったようだと聞いた。 アラキルは、アニタが、敵のスパイだったのか、または、ズッカラーガの愛人ではないかと不安と疑念に、苛まれつつも、彼女を連れ戻すために後を追う。ブスタメントが、仲間と酒を飲みながら陽気なアリア、俺は、マドリードに三つの家を持っているを歌っていると、終身ラッパが鳴るのだった。アニタを総称したエマカルベ終身ラッパが消えると、続いて、 弱熱気つけのバイオリンが次第に上昇し、管弦楽による野草曲と題された感想曲が流れる。弱熱気つけの弦楽器とフルートとハープによる叙情的な音楽が静かで平穏な夜の経過を表している。舞台はその翌朝となる。銃声に驚いたがリードが飛び出してくると腕に怪我をしたアニタが現れる。女と思って気を許したズッカラーガーをアニタが、 見事に視察して戻ってきたのだ。アニタはガリードから2000ドロスを受け取り、私のお金、赤いお金とつぶやく。これでアラキルと結婚できると喜んでいると、当のアラキルが瀕死の重傷を負って担ぎ込まれてくる。二重傷俺はお前を探していたのだ。アニタとなる。アニタが大金を持っているのを見ると、アラキルはますます疑念を深め、彼女にお前は、 ズッカラーガに身を売ったのかと問い詰める。アニタは持参金を得るために人殺しをしたとは口にできない。やがて遠くからトブライの鐘が聞こえてくる。レミー・ジョがやってきてズッカラーガが暗殺されたとみなに伝える。その時アラキルはアニタの手が血で染まっていることに気づき真相を悟る。その金は血の報奨だったのかと埋めきながらアラキルは生きたえる。アニタは 自分も後を追おうとするが、ずっから阿賀のところに探検を置いてきてしまったことを思い出し、絶望し、聖母像に祈りを捧げる。その時、とぶらいの鐘の音が聞こえるがアニタには、それが自分たちの結婚式の鐘の音に聞こえてしまう。アニタは恋人の泣き殻にすがり、お金は用意したわ。教会へ行きましょう。幸せはすぐそこよと言って泣き崩れる。 その様子を見ていたがリードは彼女の精神状態がもはや正常ではなくなっていることに気づく。悲しみのあまり正気を失ったアニタの鋭い笑い声だけが虚しく響き渡り、オーケストラがフルテッシモで最初のモティーフを惜しし、幕となる。ありがとうございます。